みなさんどうもピーマンドですというわけで今回俺と横浜の143日物語実況93回目になりますぞい。今回はですね阪神4連戦の2戦目7月24日の試合をプレイしていきましょうよ。まず1戦目は無事勝利することができましたよ。6対0、圧倒的勝利だね。阪神が雑魚すぎてちょっと悲しくなってくるね。よかったね、阪神は今季から高山とヘイグが入ってね。まあでもこのゲームの世界の話ですからね、今季の阪神はおそらくめちゃくちゃ強いでしょうね。いやいや、でもこのゲームの阪神はボコボコにさせていただくのでよろしくお願いいたします。今日も勝利で4連勝いきましょうよ。今回の実況はチームが、ピンチになると私ビーマンが監督として指示を出し勝利を目指していくからね、よろしく。神々だけどあまり気にするなよ、滑舌は元から悪いんだ。今日の先発ブラウン、久々一軍登板になるね。結果を残してほしい、頼んだぞ。俺が取った外国人、お前しかいないと俺は思っているんでね、お前だけに期待してみよう。ほんで今日の野手陣、相手は左投げか。じゃあ対左に強いベストオーダーを組んでいこう。1番は梶谷で OK でしょう。2番荒波、3番筒香、4番にロペス、5番グリエル、6番に石川だね。対左ミートが D ありますからね。中島調子悪いな今日。高城も外して今日峰だな。峰これまたいいからね。中島は、8番で OK。 ほんで峰を7番に上げましょう。このベストオーダーで勝利目指してやっていこうと思うよ。7月24日っていうのは個人的なあれですけど僕の誕生日なんですよね。この試合負けるようなことがあれば僕は親を恨む。よろしくやってこう。雨じゃじゃぶり、なんで俺の誕生日にこんな雨が降るのかわからない。ざけんじゃねえバカ野郎、この野郎ふざけるなよ。今日のピッチャー横浜、防御率は 4.70。 よくそんなクソみたいなピッチャーを横浜戦にぶつけてきたな。よほどぶちのめされたいんだろ。いいぞ梶谷、やったれ。早速1点いこうよ、筒香カモン。ロペスちゃん、オーマイガー、嘘でしょ、誰も打たんのかい。わーお、マジで1点入ると思ったけどね。鳥谷ダイソー、はは、早くも怪我かい。今誰か怪我した、今成かな。はえー、1回で消えていくやつってなんだよ。さてゴメス、うわー3割2分1厘、ちょっと待って、ゴメス打ちすぎじゃない。成績見ていこう。3割2分1厘おかしいだろう。本塁打少ないくせに。まあ、打席数あれ だけどね。まあ、そこまで多くはない。216、まあ、多いけどね。本塁打を犠牲に打率を上げてきやがった。これなかなか怖いよ。変化球主体だな。ストレートはいらん。1点もやるなよ。どうだ、あーしないっす。あぶねえな。はい、ここはワンアウト。ワンアウトじゃないね。スリーアウトだ。よし、1回のピンチをなんとか抑えましたが、ゴメスの打率の恐ろしさ、あれ警戒していかないとね。さあ、行こう。うわー、盗塁失敗、いらない、いらない、いらない。うわー、石川、今季2号目のホームランだ。ありがとう、石川に感謝。まず先制点なら、向こう、グリエル、余計なことしたよ。お前がいたらさ、2点入ってたのに、そしてピンチを招く。いつもの横浜で安心したよね。本当に野手が打ったらすぐピンチ招くよね、あんたたち。何なんだろうね。まあ勝負していけ、逃げる必要性はない。まあでも福留さんちょっと怖いけどね。あらららら、ストライクが入らないぞ。よし、低め低め低め、甘く打くなよ。あー危ない、今のストライクなら弾き返されてるよ。待て、ノーアウトランナー2塁1塁、ゲッツーシフト、ただ足が速い。まあ左バッターということもあってゲッツーは取れないと思うな。まあでもワンアウト取ることだね。変化球したい、バントに来るか、嘘だろ、うわーお、嘘、エラーかい、よーし、あっぶねー。お前これで満塁とか勘弁しろよ。ワンアウトランナー2塁1塁ね。変化球したい、できれば三振欲しいとこ、バットに当てささないこと。次ピッチャーだからね、最悪フォアボールもあってもいいと思う。よし、ナイス、行こう行こう行こう。当てさせないよ、三振で OK だぞ。よし、ブラウンナイス、求めたことをやってくれる。でも求めてるのはランナーを出さないことだけどね、その時点でできてないんだけどね。いやいや、もうここは勝負していこう。ボールいらん、ボールいらん。ピッチャーに打たれることはまずない、あってはならない、あっていいわけないだろう。よし、即引退だね。よし、まあ当たり前ですからね。2回もピンチを招いたがゼロ。ただ今日のブラウンもちょっと安定感ないね。まあでも野手陣は絶好調ですからね、1回2回とチャンスを作れてる。ほら、2ベースまた来たよ。2点目、筒香。うず、おいらで出塁、ロペス、レッツゴー、オーマイガー、今日ホームランでの得点全部。はぁ、やば
ね。スリーランですよ、スリーラン。一気に4点。さて、ブラウン頑張ろうぜ。って言ってるのにピンチを招く。今日は5回だな、こいつ。もう勘弁してくれ、ブラウンさん。何してんの、さっきからずっと。本当に。はぁ、もうとりあえずワンアウト取ろうよ。1点はしゃあないとしてもワンアウトを取ること。うわ、改めてどうだ、追いつくか。あー、落ちたー。どこ何時、どこ投げてんの、あっぶれ。エラー多すぎるだろ、送球エラーね。1点入ってタイムリーだよ。ここでゴメス変化球したいでしょ。何してんのお前。あれだけの援護くれた後、なんでこんなピンチ招くんだよ。やっぱ使えねえな。あー、使えなさすぎるわ。接戦でこんなことやられたらたまったもんやないよ。ゴメちゃん抑えてゲッツー。理想はゲッツー。よし、ナイス三振。ゴメスを三振に抑えれて、なぜこのピンチを招くんだ。ランナーいないとき弱すぎるだろ。うわ、ここは勝負だ。使ってきたし、和田監督。どうだ、はい、ありがとうございます。勝負になってないっていうね。これが監督のレベルですよ。俺がもし阪神の監督ならか、まだこんなとこでは使わないね。まだ残しとくよ。序盤ですからね。早々と勝負に出た結果、もう相手の負けは決定ですよ。よし、バント決まって。梶谷、おー、エラーで出塁。いいね。セカンドエラーしまくり。誰だセカンド。上本か。ひでえな。またヒット。こいつマジか、本当に。ふざけるなよ、お前。さっきと逆のパターンじゃねえか。さっきのイニングはフォアボールヒット。今回ヒットフォアボール。え、何？大好きなの、フォアボールとヒットがね。絶対毎回許してるよね。ちょっとクソすぎるわ、お前。ダメだな、こんな。で、この後三振絶対取るっていうね。何それ？いらない、そんなアピールポイント。全然喜べないよ。ちょっとクソだな。これ後半戦使えないだろう。今日たとえゼロだとしてもね。まあゼロじゃない、もう1点だけどね。無理だな。こいつ中継ぎ適正あったったけ。ちょっと待って、中継ぎ適正あるかどうかだけ確認させてくれ。ブラウンどうだ。ないのか。あ、ないね。ならばちょっと後半戦使えないかな。まあこの後の立ち上がり次第だね。まあここは三振、素晴らしい。内容が良くてもね、あ、内容じゃない、結果が1点でも内容っていうのは大事だからね。ほらね、なお2点目が入って、これで2点差4対2。本当にこのクソピッチャーが。いや、ここが勝負だ。使っていこう。こっちは使うよ、絶対抑えてくれ。2点あれば十分だ。まずは変化球から入りました。これは見送ってボール。さあ3球目は何か。え？よく見ています。よし、外を低め決まってストライク。さあ2ストライク、追い込みました。よし、ふー、エラーはないぞ。 OK。 しかしこの回も失点で2点差ですよ。ここが勝負だ。使ってしまったね。いや、使わないとトリタンには抑えられないと思ったからね。次マートン、ゴメスはちょっと無理だと思ったんで、早々使わせてもらいました。お、いいぞ。いっし、嘘だろ。おい、石川慶がこいつマジかよ。全治33日、1ヶ月以上か。なんだ、何やったんだ、こいつ。まあ、怪我の内容は後で出てくると思いますが、しばらくこれ使えんぞ。倉本ダイソーで送って、そのまま、倉本を次ショートにして、ほんで中島セカンドっていう形にしましょう。よし、中島打ってくれ。あー、ここで打たないか。とりあえず、はいはいはい、守備交代、守備交代。はい、これね、OK。中島、倉本ショート、中島をセカンドですね。石川今日ホームラン打ってヒットも打ってさ、最高だったのに怪我するっていうね。とりあえずまあ、ブラウンこの回投げて勝利投手の権利得ようよ。はい、ヒット、まただ。嘘やん。はい、もうクソ、はい、憎い決定しね。戦力外じゃ、ボケ。いらんいらんいらん。もう戦力外、いらんいらんいらん。リアルガチにいらん。ふざけるな、また試合振り出しに戻ったぞ。誰行くこれ。本当にクソすぎるね。俺が取った新外国人だからあまり文句言いたくないけどさ。頼む、この流れを抑えてくれ。よし、ナイス、皆さん、素晴らしい。あー、ダメだ。でも、最悪すぎるよ、お前。これ、馬鹿げてるよ、ほんと。何してんのよ、もう。アホすぎるわ。全部腕なくせ、お前。腕2本切ってこい、それ。野球しなくていいわ。足も切れ。走れなくなれ。素晴らしい、ゲッツー。いや、もうブラウンに関しては今後絶対使えません。あいつダメだ。期待外れのクソ外国人だ。うんこでも食っとれ、バカタレ。試合振り出しだ。あー、どうしよう。代打いらないね。
次のイニングも行ってもらおう。これ長い戦いになるぞ。とにかく筒香が今日1本もヒット出てないんだよね。こいつが1本出れば流れが乗ると思う。1、2番は仕事できてるからね。1番はね、特に1番やばい。よし、ヒット来た。ロブス続け。ヒット、イエス、イエス、イエス、ナイス、ありがとう、素晴らしい。で、ここで長田に、代打送るわ。待てよ、待て待て待て、キャンセル、キャンセル。ちょっと待て、相手ピッチャー誰？年打ちって左じゃないな。あ、右か。なら宮崎で OK だな。頼む宮崎、ここでお前の一撃を期待してる。追い打ちかけれない、お前が。いや、しかしこの回ロペスのツーランホームランでまたまた勝ち越しですよ、こちら。ふっ、もうロペス最高、ロペス最高、本当にありがとう。ロペスが最高すぎて、もうロペス関数最高以外の感想が出てこない。ありがとう。んで、このイニング7回だよな。7回、浅尾がね、多分この試合終わって次の日戻ってきますから、大事だ。誰行く？大原。防御率1点台。いや、ただ疲労溜まってるからな。香川どうだ？いや、調子悪いな。君で行こう。いける。頼んだぞ。オッケー、オッケー。行ってこい。よし、ワンアウト。うわ、ショートへの内野安打。最悪。美濃さん、ほんで、あと一人。うわ、盗塁成功か。ピンチ招いた。でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。慌てなければ抑えれるバッターだ。防御率1点台、いけるだろう。でも今日全打席出塁か。伊藤。マジで？よし。そんな打たれてるんだね。で、ここも勝負していこう。よし、ナイス、ナイス、ありがとう。防御率1点台、結果残したね。素晴らしい。正真正銘、数字通りだわ。ほんで、いや、もうこっから横浜の野球ですからね。絶対勝てる。あー、美濃さんか、ロブス。あー、ダメ。まあいいや。で、守備交代、守備交代。もう勝ちに行く野球をする。筒香を変えて田村で、いつものパターンだね。よしよしよし。で、キャッチャー、峰井に変えて黒羽。うん。ほんで、その他は変えなくて OK だね。で、リリーフ、で、セットアッパーの山崎康明。頼むぞ。こういう試合で打たれんなよ、お前。よし。ワンアウト。ペレッツ抑えて、トゥアウト行こう。イエス、トゥアウト。ほんで、あと一人にしようか。イエス、皆さん、素晴らしい。山崎よく締めたぞ。で、最後は三上。これでゲームセット。理想だ、理想。大理想だよ。夢が叶いそうだ。エース。打て。あ、打ちダメ。最後、三上、これで終わり終わり終わり、もう終わりでいいぞ、三上頼むぞ。最後3人切り、1人も許すな。うわ、フォアボール、勘弁してくれ。ごめっちゃん抑えて、レッツゴー。あと1人、ウェブト。よーし、ゲームセット。いや、ちょっと厳しい試合でしたね。勝ちだと思ってたら同点に追いつかれ、その後のロプスでまた引き離して、で、最後ちょっとよ、三上がランナー許しました。フォアボール、先頭バッター与えたけどね、抑えましたよ。ロペスに関しては、本当ロペスは神助っ人外国人、大好き。本当に大好き。結果を残してくれるからね。今季16号、17号、3ランと2ランでございましたね。で、石川2号、しかし石川は怪我をしですね。全治1ヶ月以上の離脱、どのような怪我をしたのか、後で見ていきましょう。素晴らしい。援護がたくさんありましたね。ただやっぱこのクソブラウンですよね。こいつはもう、2軍決定ですね。かといって1軍に上げる先発がいないんだよな。ドイツもこいつも期待できないんで、中継ぎの揃ってるんだけど、先発はね、ちょっと誰あげるか迷うとこではあるけどね。ビロウをあげる時が来たかもしれない。横浜戦衝撃デビューだよね、今日ね。あ、なんだ、全治4週間、足を痛めた。何の怪我かわからないのか。足を痛めたらしい。走塁して、ヒット打って走塁で足痛めたんだね。いや、石川全治1ヶ月も使えないのなら、残念ながらね、1軍から出て行ってもらわないとね。結果残してたんですけどね、今日で一気に打率を2割9分4にしたんだけどね。ほんで、内野手を上げていこう。誰にする？内村で OK かな。内村上げましょう。ほんで、野手はそれ以外は上げなくて、OK ですね。まあ、打ってる方ではもう現在絶好調ですから、特にメンバー加えることなく。で、次は投手ですね。投手登録。はい、ブラウン、お疲れ様。お前はクソの極み。ありがとう。で、誰上げる？モース構想、コーソモス。コーソモスもダメだったんだよな。一回使って、ボコボコに打たれたんだよね。二回くらい、いや、先発で一回使って結果残せなかったんだよな。で、二度と使わねえって言ったはずなんで、二度と使いたくないんですけどね。ビロー行くか！去年横浜戦衝撃デビュー。結果を残せず、もういませんよね、横浜 DeNA に。今季はおらずですよ。行きましょう、この男デビューですよ。頼んだぞ、ビロー。お前の活躍に期待する。現実通りになるなよ。これはゲームだ。フィクションだ。
現実ドールになる必要性はないからね。よりにもよって藤波との投げ合い地獄だろうな。かわいそうにビロ。でも頑張ってもらうよ。次回はビロ、今季初討伐、討伐じゃない、先発になりますからね。結果を残してほしいですね。これでチームは4連勝でございます。阪神戦2連勝と来てますね。あと2戦。相手、明日は藤波と難しい戦いになりますが、連勝で、5連勝で行きましょう。OK、じゃあ明日の実況もお楽しみにね。誕生日に勝利あげることができて最高に満足ですよ。よかったよかった。親に感謝しよう。ありがとう、お父さん、お母さん。じゃあみんな、グッバイ、またもう。